ら、その時に言ってもらえればできる範囲で対応しようと思ってます。これが普通のチーズバーガーで、チェダーチーズ。熱いって。のチーズバーガー。これがチーズバーガー。第1便が向こうの信号機局を5時55分に出発して6時ちょうどにここに着くように設定してますので、6時ぴったりにお客さんが入り始めると思っていてください。とりあえず私たちも頭が回ってないので誰かあったらその時に言ってもらえればできる範囲で対応しようと思ってます。とりあえず楽しんでください。イエーイ。じゃあ今日は頑張りましょう。あの新見でやるのは初めてみたいな感じですか。そう、新見は初ですね。普段あのドライブとかで来たりしてですか。いや、新見初めて来ました。もともとはその岡山の市内の方でやられてるんですか。そう、市内がメインで。活動っていうのは基本的に県北そのエリアですか。全市、まあ、県北か新見が中心で、まあ、時々あのチャンスがあったら出ていくかなって感じ。なるほど、なるほど。これが普通のチーズバーガーで、チェダーチーズ。で、これがモッツァレラチーズの上にバジルソースが。これでトマト抜きできます。トマト食べれるの？私バジルの絶対選ぶと思った人じゃん。チーズバーガーのトマト抜きが一つとバジル。はい。暑いって。はい、お待たせしました。お待たせ。ありがとうございます。暑いけ、トマト抜き、暑いよ、料理暑いから気をつけて。はい、これがズバー。ありがとう。泣き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 泣いたんじゃないじゃない。ありがとう。お茶が惜しいな。泣いたっけ。新見市を何か活性化できないかっていう、このイベントをさせてもらってます。極楽パルズの極楽とかも究極に楽しいとか、なんかそういう意味も掛け合わせて、皆さんがなんかあ極楽みたいな感じの時間を過ごしてほしかったっていう。すごいじゃん。大学生2人は現役の大学生。大学4年生です。大学4年生で特化されたのってどういう経緯だったのか。新見市は
私の祖母の家が新見にあって、非日常を思い描いた時に祖母の家が一番に思い浮かんで、新見に行けば川に入れる、自然に触れれるっていうのが自分の中でものすごい非日常で、これを同世代の方に提供したいっていうのがあって新見を選ばせてもらったのと、自分が大学3年時に新見市スタディーツアーで新見市に来させてもらった際にこの公園にもお世話になってて、でそこでお世話になった方たちに目に見える形で恩返しして、ご覧いただく場所は自由ですが、芝生のご覧いただくお客様は後方のお客様の妨げになりますので、座ってお楽しみください。映画本編は撮影することを禁止しておりますので、その点をご了承くださいませ。こんばんは今日は皆様お集まりいただき本当にありがとうございます。私たちの提供する極楽を最後の最後までお楽しみください。極楽パルズでした。ありがとうございます。ありがとうございます。私たち2人だけなんで、私たちだけの力で何もできなかったところ、本当にたくさんの方がお力をいただいたおかげで、それがなんかイベントのいいとこだなってすごく思います。人と人が関わりがすごい増えるので、お金は実際ちょっとマイナス、私らは借金を抱えてるけど、それ以上の人脈っていう財産がすごいあって、絶対のまたやりたいと思うし、自分たちができる形のものをこれからも継続して提供できたらなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。